中野島駅は、神奈川県川崎市多摩区中野島3丁目にある、東日本旅客鉄道南部線の駅である。駅番号は、JN15。地名によるもの。もともと、玉川の川中にある島のような地形から、武蔵国羊郡の中島神殿と名付けられ、その後中の島村、稲田村稲田町大技、中野島を経て1938年川崎市に合併した。 相対式ホームに面2線を有する地上駅で、2つのホームは、古戦橋で結ばれている。下りホームの立川駅方の端に改札口がある。混雑緩和を目的に2019年6月7日より、上りホームの中ほどに臨時改札口が設置されている。上りと駅管理の業務委託駅である。2014年3月14日までは、快速が停車していたが、 同年3月15日に行われたダイヤ改正で、快速列車の運転区間の拡大により、快速通過駅に格下げとなった。2020年度の1日平均乗車人員は1万1486人で、ある。2019年度時点のデータでは、南部線の快速通過駅では矢吹き駅に次いで2番目に、多い。近年の推移は、下記の通り。多摩沿線道路の中、 野島駅入口交差点から府中街道の土口まで南北に走り踏切をまたぐ通りに駅があるが、この通りに沿ってある商店街を中野島商店街と呼ぶ。近年は道路が改良され、歩道もつけられている。駅北側を東西に走る通り沿いには中野島北口通り商店街がある。また、駅東側を南北に走る通り沿いにも商店街があり、こちらは 中野島中央通り商店街と呼ぶ。駅周辺は住宅地を中心として、梨畑や田畑も未だに残っている。ありがとうございます。